2020年の埼玉西部ライオンズでは、2020年シーズンについての埼玉西部ライオンズの動向をまとめる。このシーズンの埼玉西部ライオンズは、辻監督体制の4年目のシーズンである。チームスローガンは、ディリューション。2019年は2年連続でリーグ優勝を達成したが、クライマックスシリーズでは福岡ソフトバンクホークスに4連敗を喫し、日本シリーズ出場は逃した。 オフに、秋山翔吾が、海外 FA 権を行使しシ、シナティレッツに移籍。新外国人として、リード・ギャレット、ショーン・ノリン、コーリー・スパン・ジェンバーグを獲得した。ドラフト会議では1位で、宮川・アキラなど、9名を獲得した。開幕カードは負け越したものの、ソフトバンクとの6連戦を4勝2敗で勝ち越し、開幕直後は、首位争いに参戦していた。しかし、 三足打線と称される、打撃陣が不振に陥り8月に7連敗と後、連敗を起死したことで、B リクラスに低迷する。一時は、クライマックスシリーズ進出ラインの2位と9ゲーム差をつけられていたが、森脇良介、平良海馬、増田達といった、リリーフ陣が奮闘し、接戦をものにする試合が増えると、チーム状態の下がってきた2位ロッテをもつい、11月4日には、 単独2位に浮上するも、11月8日のロッテとの直接対決に敗れ3位が確定。4年連続での A クラス入りは果たしたが、CS 進出とはならなかった。本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係。 芸能関係の職業に転身した場合と、挙手が公のものとして扱われるもののみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。色付きは規定等級回数以上の選手色付きは規定打席以上の選手。ありがとうございます。